今日は生キャラメルを作ろうと思うので、料理担当の俺の中にいるあと4人の人格のうちの1人、悪玉はピンクに変身しようと思う。料理担当、悪玉はピンク。悪玉はピンクよ。生キャラメルを作るわ。なんで生キャラメルを作るかって、インターネットピーピーって見てたらね、たまたま見つけた、たまたまないからちょっと待っててね、作ってくるから。用意するもの、牛乳 150g、 砂糖が 50g、 重たいサラダぐらい、バターが 20g、 こんなにたっぷりね。それをフライパンに入れてグズグズ煮込みます。わあ、いっぱい入れちゃう。もう一気に入れちゃう。大胆にね。そしてかき混ぜます。あ、ぐず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 。もう白いマグマになってもまだまだ混ぜます。混ぜ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 。左回転、右回転。右回転、左回転。まだまだじゅわじゅわしても、もっととろみが出るまで。そして、このかき回すやつでちょっと線がついて治らないくらいでもう完成です。そしたらこの棒バットの上に出して、キッチンペーパーの上に出して冷やして、あとは食べちゃう。もう食べちゃう。できたのがこれね。これ生キャラメル冷やしてできたのよ。ちょっと食べてみろ。あれ、口がない、口がない、うん、玉もないけど口がない。何言ってんのバカね。ね、食べる前にね、ちょっと悪玉さんに代わるわね。編集しなきゃ。本当はこれでな、ちょっと一個ずつくるんで、くるんだりするとな。おお。生キャラメルというよりも練乳を、まあ美味しい、結果美味しい。皆さんの中では50人格のあと30人格がどんなのか期待してると思いますが、期待しないで待ってください。それでは、さようなら。